宮本伊織を浸す江戸の平穏は謎の鎧武者の襲撃によりもろくも崩れ去った。窮地に現れた英霊セイバーに導かれ、彼は渇望と破壊の儀へと身を投じる。起筆間もなきこの記録、綴られる結末は輝かしい勝利か、それとも寄りにもよってバーサーカーが武蔵ちゃんが意気投合しちゃうなんてねえ。あんなにかっこよく見栄を切ったってのに拍子抜けもいいとこじゃないの。はあ、ごめん。まさかマナ弟子伊織くんがいるとは思わないじゃない。そもそもなんで江戸になんかいるんだかねえ。それはこちらのことの葉です。師匠、なぜ師匠が江戸に、なぜ師匠は生きて。 The fact that he's not asking why are you a woman he's just like how are you alive there we go why are you a woman それに随分とお若い。そこで別人だとは思わないわけね。あなたは師匠その人です。師匠に違いない。宮本伊織の目は節穴ではございません。そっか、参った参った、参りました。そうです、いろいろはしょるけど私は宮本武蔵本人よ。君の知る武蔵とはちょびっとズレがあるけど同一人物みたいなものにしても、ここのイオリくんもイオリくんなんだね。I want to point out, it's gonna be funny when the crossover happens and Iori is brought into Fate Grand Order. The main character can unironically walk up to Iori and say, "Yo, I fucked your dad," with zero exaggeration. 柔らかな思考に穏やかな眼差し、愛も変わらずだ。死んだはずの人が現れる、それもとびきり強い人ばかりが。お侍様、あんたもう心当たりはあるんだろ、英霊ってやつにさ。ではこれなる師匠はやはり過去の人物か。そうとも、私たちはもうとっくに死んでいる。答え合わせだな。これは見るもの聞くものすべて真新しいとばかりの振る舞いはすべて初めて目にしたから。何十何百年の眠りから目覚めてここにいるセイバー、うん、いい雰囲気のとこ悪いけどね。昔々の言い伝えやら師匠やらで己をこの世に刻んだ偉い人たち、その影奉仕、ことごとく人知を超えた魔にしてようなるもの、それが英霊ってものだそうだよ。ならば師匠は、あなたも。私の場合は特殊でね、宮本武蔵が女だった世界からやってきてこの世界の人類に刻まれちゃったってわけ。なるほど、つまり師匠は師匠であって師匠でなく女であるとおっしゃる。そうそう、そういうこと。飲み込み早いとこも同じなんだね、伊織くん。どこの伊織くんもそうなのかしら。どこの伊織くん、いや、おっしゃる意味がさっぱりわかりません。セイバーはわかるか。微塵もわからないな。まあやったことは概ね同じみたいだから、つまり概ね同一人物だが
やや別人あたりですか。うんうん、それほんと相手の言いたいことをすっと組んでくれちゃうね、君は。でも気をつけなさい。こう見えていろんな世界、いろんな時代に飛んでいるからね、私。伊織くんの知っている武蔵とは比べない方が身のためよ。何番かぶれもしているし、にしししそのようですね。俺、あ、いえ、私を養子に取った頃の師匠とは随分違う。なんというか、昔語りにのみ聞いていた好き放題の無頼観失礼、自由奔放だった頃の師匠のようだ。何？やっぱり男武蔵って長生きする分一発の文化人になっちゃうの？信じられない A man of culture, you say. はいはい、そこまで。話を戻すよ。吉原に攻め込んできたマスターがひとまずお互い様子見で手を打ちたいとのたまった。まあ顔見知りと気づいたってことなら、そりゃ無理はないけどね。わざわざ攻め込んできといてそれってのはあんまり都合が良すぎやしないかい？詫びが欲しいと太夫は言っているんだ。詫びか、そうか。そうさね。せめて面白い話でも聞かせておくれよ。由衣小説ね。へえ、正体明かすんだ。ずいぶん真面目なお侍さんもいたもんだ。He? That's a woman. That's a woman. あんたは名乗り返さなかったのかい？ほら、刀履いてるし、侍仲間に見えなくもないなって。侍？そう見えるのか。そうか。で、どうなんだい？さて、どうだろうな。ちゅう。うっかり口滑らしてくれるかと思ったのに、かわいい顔してしっかりしてるんだ。やれやれ、もう武蔵ちゃんだって正体明かしてるのにさ。私はほら、なんたって弟子で養子の伊織くんが相手ならバレても仕方なし。そっちが言わないのを不公平だなんて言わないわ。正体明かすと負けやすいって話だし、そもそも君、マスター相手にも教えてないんでしょ、神明。そうなの？へえ、驚いた。マスターとサーヴァントってのはいわば一心同体でしょうに。サーヴァントあってのマスター、マスターあってのサーヴァントさね。サーヴァントがいなきゃマスターは戦いやしない、マスターがいなきゃサーヴァントはとどまれない。またとどまれないとは？そりゃあねえ、マスターが死ねば写し世にとどまれないだろうさ。マスターは英霊が世にとどまるための要石みたいなものなんだから。なるほど。セイバー君、顔色悪くない？つい宣告までの自分の振る舞いを思い返しているんでしょう。どうも私のことは戦いの最中に死んでも構わない、死ねばその時それはそれぐらいに考えていたようですから。なんだ？いや、マスターとサーヴァントか。そもそも何も知らせてないお侍様がおかしいはずなんだけど。怖
いサーヴァントを引いちまったんだね。ほんと可愛い顔のサーヴァントなのに、本性は随分物騒だ。その分じゃ、ろくに義のことも知ら。え？お侍様、あんたの霊獣、一角減ってないかい？Oh yeah, he used one. まさか、それも知らないのかい？知らぬ。あ、言っていなかったな。はあ、なんだろうこの二人、見てて真の像に悪いよ。可愛いでしょう、可愛いでしょう。うちのユリ君は昔からそうなのです。セイバー君もよく似て可愛いったら。でもな、もうちょっとだけ若かったらな。似ていないと思うぞ。指摘するのはそこなのか、セイバー。ふーん、この味わい。ねえ、うどんが欲しくなるわ。気が緩むったらもう。まあいいわ、とことん姉さんが教えてあげる。敵同士とはいえ、武蔵ちゃんのお弟子だものね。お手数かけます。本当よ、もう。ね、まず霊樹よね。霊樹っていうのはこの文様のことさ。意味としては義に参加したマスターの証、サーヴァントとのつながり、契約を示すものでもあるって話だね。この霊樹はね、いろんなことができる。斧がサーヴァントの魔力をどんと増やしたり、遠くにいるのをすぐ近くに呼んでみたり、一番大切なのはやっぱりサーヴァントへ上位を告げられることかね。上位、契約した英霊への絶対命令権よ。使えばサーヴァントにどんな命令も思いのまま。どんな命令もというと、自害とか。裏を返せば、普段はマスターの言葉や命令に強制力はないってことなんだけどね。どうしてもって時に使うみたい。絶対勝てとか言えばパワーアップになるしね。パワーアップ、乱語ですか。ああ、そっか、そうよね、ごめんごめん。気力、旅力、勢力が増すってこと。それはもうすっごく増すので覚悟しなさい。例えばそうね、波の剣士でも斬鉄がやれるくらいに強くなるわ。ただし三度きりだからね、覚えておきなよ。使うたびに一角ずつ減っていっちまうのさ。三角使い切れば、はい、おしまい。要石や魔力のつながりは残るけど、契約は終わったとみなす英霊もいるだろうね。なるほど、霊樹上位か。そう言われれば合点のいくこともあります。琴の葉一つでセイバーを止めた。我知らずですが、確かに一度レイジを行使していたようだ。この辺りの司祭、さすがに語ってほしかったぞ、セイバー。なんだろう、この子らの感じ。ねえ、武蔵ちゃん。キュートだわ。 God damn it. 本当にもう。God damn it. I mean, she's a berserker now. She's allowed to be like this. するなら、義について一から説明しておくのが吉かね。その辺のさじ加減は太陽に任せます。好きにするといいわ。ああ、もう仕方ない。ひな鳥2羽に
いろいろ教えてやるよ。まずは肝心要の永月だ。持つ者の願いを叶える願望切って触れ込みのこいつをめぐり、私たちは愛争ってる。願望期、願いが叶うとは聞いたが。願いね、そうであってほしいよ。本当にさ、英霊なんて大化粧を呼び寄せられるんだ。それぐらいできてもらわなきゃ困るってもんだよ。さて続き。永月は義にあたり、まず7人の呼び人マスターを選ぶ。これが私たちさ。あんた、あたし、ゆい小説、その他にあと4人。7人のマスターは永月に与えられた英霊、己がサーヴァントで互いに殺し合う。これが永月の義。詰まるところ、お互いの命をかけた永月の奪い合いさね。なるほど、七人七鬼の殺し合いか。永月がこの世に降ろす英霊は全部で15。そんでサーヴァントを作るには、魂の情報を収める箱が必要になるらしい。南蛮風に言えばクラスってやつね。クラス？Oh yeah, we get diagrams. Let's go. Saber. Archer. Lancer. Rider. Caster. Assassin. Berserker.7種類の箱に英霊の情報が収められてサーヴァントになるってわけ。Okay, but she said 15. 7人のマスター。 I saw the word 15. 尋ねたい。サーヴァントの総数は、ああ、there we go. 15機のはずでは。勘がいいね。残る8機はマスターを持たないのさ。They were just rogue servants, just chilling. そのうち一機がさっきあんたたちが戦ったモサ、うちの心強い用心棒さ。マスターを持たずに己が意志のみで動く、いわばはぐれのサーヴァント。They are rogue servants, just chilling. That doesn't seem correct, but whatever, I guess. サーヴァントにとってマスターは要石と聞きました。魔力を得ているとも。はぐれのサーヴァントは何を要石とし、何から魔力を得るのです？そりゃあ霊脈からよ。霊脈、天然自然の力のほとばしり、魔力の本流。気脈、地脈、流脈とも呼ばれる大いなるもの。まさか師匠の口から耳にしようとは。へえ、詳しいな、より。この辺りは光玉のじいさんからな。剣の道には関わりのない神秘陰秘の事柄だが。続けるよ。霊脈は江戸のあちこちに通っていてね、特に魔力を得やすい霊地があるって話さ。大抵はお社なりお寺なり建ってたりするかね。ならこの吉原も霊地か。社は見当たらないぞ。必ずしもそういうのがあるわけじゃないさ。でもそう、ここも霊地の一つ。あの子はここを通る霊脈から直接魔力をもらってるのさ。だからあの子には主人はいないし、己の領域を離れない。そうだったか、気ままな身の上かと思ったが。そうでもないわ。この義のはぐれは
不便なものなのです。マスター持ちの英霊に比べて魔力に乏しく、かなり力を減じているんだもの。どうも霊気が不安定みたいね。ああ、霊気っていうのはサーバントの体のこと。力を減じてあれですか。ああ、彼は例外。普通はああも魔力あふれたはぐれはいません。例外、主を持たないとのことですが、あの異常夫、太陽に懐いていたような。言わせんのかい、野暮だね本当に。決まってるだろ、私を慕って守ってくれてんのさ。さすがは吉原三大太夫の一角、音に聞こえた高尾太夫。英霊、かつて偉業を成した偉人さえ虜とは恐れいる。そんなこともあるさね。土帝家。そうさ、英月の儀を取り仕切ってるのは陰陽師の宗家であらせられる土帝様。私の知り合いは、I don't know why, but I expect we get to the end of this game and Domen shows up. I would not be surprised if this was Shimosa 3.0. では、1.5 technically, if this would take place before, Hienko. But no one likes Hienko, so we'll talk about that.英月。ほう、聖杯の亜種か。うわ、じいさん、急に何をやって。わからぬかより、英月の儀なる術式、陰陽道であるものか。陰陽の技で英霊を呼ぶことはあるまいよ。神仏の云々とも程遠いと見たぞ。まずもって、この国で生まれた儀式ではなかろうて。東大の土帝、いかにして異国の下法なぞ知り得たものか。何なのさこれ、よく喋るけども。 Don't worry about it. こりゃそう強く握るでない。あ、いや、話す必要はないぞ。持つならばもっとこう撫でるように。めくるときに引っ張りすぎじゃ、いたわらんか。ごめんごめん、おじいちゃん。てか、そっち系の物知りじいさんみたいね。いいもの持ってるじゃない、イオリ殿。こいつを使えば計策ってやつを立てられるよ。さっきこう言ったろ、あの子は霊地を拠り所にしてるってさ。聞いたぞ、あの異常夫のバーサーカーだな。はぐれのサーバントはみんなそうさ。それに霊脈の魔力はマスターたちも使うんだ。陰陽師だか魔術師だかは知らないが、マスターってのは魔力で術を使う輩ばかりさ。だからマスターは霊地を本拠にして、その魔力を利用する。私がここ吉原に陣取ってるようにね。うん、では高尾も何か術を使うのか。どうだろうね。なるほど、俺も本拠を定めるべきということか。そう、話が早いね。ふんふん、すでにこやつの住処は工房と化しておる。どことは言えんが、そこも。あ、ピンときた。そうね、浅草あたりの下町じゃない。あなるほど、浅草ね。それはそれで立派な霊地じゃないのさ。まったく、師匠に隠し事はできませんね。まあ
最低限の支度ができてるならいいさ。掌握した霊地が増えるほどサーヴァントに回せる魔力も増えるんだ。裏を返せば、抑えた霊地を奪われれば自分たちは弱くなり、And this suddenly turns to this turns into a, like the galactic campaign in Battlefield 2. Turns to a regular campaign in Dawn of War, where you're going around the map trying to do different battles. That would be great if it suddenly turned into just like a Dawn of War campaign.格の高い霊地の多くは幕府の用地でもある。騒ぎを起こせばあっという間にお役人が退去してお縄だよ。お、わかるぞ。それは切腹だ。イオリがするやつだ。いや、さすがに男武蔵もそんなやわな鍛え方はしてないでしょう。でも目立つなっていうのは本当よ。聖杯もとい英月の儀は闇に紛れて戦うのが基本。手の内を明かさぬように動きつつ他者の動向を探り、うまく立ち回りなさい。手の内は武蔵と高尾には見せているな。そうね、私たち以外のマスターに手の内を明かさないね。なるほど、わかりました。つまり江戸の町を舞台とした戦だ。イエス、その通り。さあ、こんなところかね。話すべきことは話したし、ここらでお開きとしようじゃないか。感謝する。貴殿のおかげで義の形が見えてきた。セイバーは司祭を語らんし。仲いいんだ。セイバー君、いいかしら。英霊絡みの経験がやや長いかもな先輩から。ちょっとだけアドバイス。あ、助言って意味です。受けたまわろう。あのね、マスターなしじゃ勝てないわ。たとえ天下一の名剣を持った剣士だとしても英霊同士の戦いには勝てないと思う。最強の将軍や最高の王君、最大の神仏だったとしてもね。そこまでか。そこまでよ。はぐれでなく、ひとたびマスターを得たらね。オッケー。それじゃあそろそろしまいさね。と、別れの挨拶の前に一つお願いだ。面白い話、もっと送れよ。由衣小説の話だけでは足りないか。はい、わかった。さっきのはなかなか良かったよ。もう他のマスターと会ってるとはね。その調子でどんどん頼むよ。英月の儀に臨むマスターの名や居所、根城、そのあたりが分かると姉さん嬉しいわ。期限を切りましょう。そうね、7日ってところでどうかしら。師匠、力の無理難題をもらったという顔だな、より。その通りだよ。この感じ、なんとも懐かしいものだ。期限を破ったり無視したりしたら、さっきの蝶々発誌の続きってことになるから、早々に死にたくなければ気をつけること。承知しました。他のマスターの居所を調べて君たちに報告すればいいんだな。そういうこと。文句ないね。ならさっさと吉原を出な。武蔵ちゃんのチキみたいだし、マスターとはいえここは見逃してやるよ。もっと頼もしくなってくれたら共闘してくれってこっちから頭を下げるかもね。そーら、行った行った。ご親切、痛み入る。
行こう、より。なんやかやで指針も得られた。ああ、そうそう、最後に一つ大事なことを伝えとくよ、宮本伊織殿。あんたはマスターになった。故に自らこの儀を抜けることはできない。英霊を失うこと、己が命を失うこと、あるいは儀を勝ち抜くこと、この三つ以外に抜ける手立てはない。せいぜい覚えておきな。武蔵ちゃんの弟子にしちゃ光るものはあるみたいだけれど、大した相手にはなりそうもないかね。お侍にしちゃあんまり気迫がないみたいだしさ、太平の世ってやつだし、そういうのが常なのかもしれないけどね。ん？正面切っての人情沙汰なら私のサーヴァントが必ず勝つ。違うかい？そうね。おや、他の新面武蔵ともあろうものが弟子相手では手が鈍っちまうのかい？ん？ああ、そこは安心して。師弟愛とか家族愛とかそういうので手は鈍らないから。私単純に頭痛いなって、こっちの伊織くんもああなんだって。あれじゃ生きづらいだろうに。ほんと生まれる時代を間違えたのね。